こんにちは。9月の4日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、さて、現時刻、今4時22分を過ぎたところでございます。えー、さて、東京外為市長の方は残り、まだまだ、あまあ、十7時まであるわけでございますが。さて、えー、本日でございますけども、ニューヨーク市場お休み、レイバーでお休みと、こういうところで、週明けの東京市場からは、えー、ロンドン市場、まあ、欧州市場のみと、こういうところが本日の9月の4日でございます。で、ちょっと先週末から、 でもう数々報道ございますが、ちょっと簡単に振り返りたいと思います。<laughs> えー、米国の雇用統計ございました。こちらガチンコ雇用統計ご案内させていただきましたが、非農業部門の雇用差数、えー、これはちょっと過方下、えー、方発表だったと、こういうところでございました。えー、大きくチャートの方、ぐっと日経225の方も、そしてドル円の方も、まあ、要はドルが思いっきり売られてしまったよと、こういう状況でございました。ただし、今まあ、 ああ大変恐縮でございます、えー。株と為替のこの売買シナリオでご案内しましたが、ストラテジー、えー、ほぼほぼ合ってたじゃないというようなお褒めをいただきましたが、そこからですね、ISM 指数だとか、まあ、えー、過度なリスクというような形にならなかったんでしょうか、ドル買い戻しというような動きになって経緯ではありますが、改めてでございます。こちらご覧になっていただければと思いますが、えー、週末各種報道ございました。 北朝鮮のの、まあ、ミサイルの話ですね、えー、こうした状況の中でじゃあマーケットがどういった動きになったのかとこういうところはもうすでにご存知のところかと思いますが、えー、今日はですねトランプ大統領、ツイッターで北朝鮮と取引を行うあらゆる国家との、えー、貿易停止も検討中なんだということもおっしゃるとこういうところでちょっとびっくりするような状況ではございました、えー、ただしでございますけどもこちら朝だけですね えーまあ、ちなみにでございますけれども、これ、ちょっと皆さん、ご注意してください、首相官邸、まあ、政府のところ出ております、改めてこれ、話題になってますんでね、弾道ミサイル落下時の行動について、速やかな避難行動、正確かつ迅速な情報収集、なんかこれはもうまさに、えー、マーケットのリスク管理と、えー、同様なのかもしれませんが、こうしたお,、えー、お知らせが改めて話題になっているというのが、まあ、非常に、えー、ちょっと不本意ではございますが、再チェックいただければと思いますが、こちらでございます。 早朝のシドニー市場、東京インターマック市場、朝の4時にですね、もうすでに109円の20銭水準、20銭水準ぐらいまでぐっと大きくギャップを開けて、 このリスクオフの動きというところになったんですが、そこからですね、やはりビット、お公的系内緒輸入企業など、えー、まあ、焦燥を持った決済がない限りは、なかなかビットも、そして売りもなかったという話だったんですが、かなり買い戻しの方が強まって、えー、東京市場時間は109円台の後半になっていたというところなんですが、有刻にでですねま、えー、またまた今度は韓国かからの発というところでの発発ととといいいううころを北朝鮮が計画中ななんじゃないかという ような報道でまたまたドル安円高株安日経225下押しとな状況になっております。で海外の報道ちょっと見ますとですねやはりこういった状況ですねフィナンシャルタイムスなどでもトランプオープンドアトゥアタックのスコリアまあ要は。 英国経済史においてもこうしたちょっと取り出されて方が出てきた。以前はですね、内外温度格差ご注意くださいというふうにして申し上げました。こちら、えー、ワシントンポストですかね。えー、まあ、ハービーの、おーこの、 ハリケーンの影響というのも出ているんですが、やはり向かってですね、左側のところにはこのノースコリア、北朝鮮問題、ニューヨークタイムスも同様でしょうかね、やはりこうしたハリケーンの話、被害が出ているんですが、一面のところにはやはりノースコリア、韓国の話が出ているというところです。で、現在においてなんですが、さてこうした状況の中で、今は先ほど申し上げました、あらゆる国との貿易を停止する 用意があるんだと、検討するんだというふうにして言ってましたが、やはり改めてでございますが、米国においては中国を意識しているのかなと。で、この中国でございますが、現在、えー、ブリ BRICS、首脳会合、これは中国において行われているという状況でございますのでかなり中国もですね、 えー、まあ、メンツというんでしょうかね。え、教授かなり傷つけられたんじゃないかと、こういうような、報道機関からの、まあ、見解。ちょっと私も教えていただいたんですが、さて、これ今後どうなっていくのか。これからですね、えー、国連安保決議においてま、ま、たさらに強化強まってくるのか。そしてそうしたものが知性がクリスクと相まって、本邦市場にどのような影響を与えるのかちょっと警戒されるところでございます。さて、で、そこで今回なんですけども、そうは言っても、 上昇した株が、日本日経平均株価も個別銘柄でございます。えー、今日はちょっとですね、そこの方に、そこにフォーカスを当てて、こちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。北核実験、株安円高でも、買われた株とこういうタイトルでございます。えー、まあ先ほど申し上げたように、 まあ、今現在において北朝鮮、えーまあ、6回目のかなりまあ暴挙、えー、そうした北あの核実験というところあるんですが、ブラジル、ロシア、インド、中国、あそして南アフリカと、えー、こうしたところの国々、首脳がですね、今中国、えー、に集合して、ブリックス首脳会合をしていると、えー。中国としてはちょっとこう、やはり、これ来月でございますけれども、 えー、5年に一度の共産党大会始まる前のこの外交上のやはり大きな位置にあるというところで、まあこうした問題が起こるというのはちょっといかがなものかと、さらに締め付けが強まるんじゃないかというところ、えー。そしてこれ、習近平国家主席とプーチン大統領も、えー、まあこ,こちらの方で会談というような話出てましたけども、やはり北朝鮮問題避けて通れないのかなと。で、これ9月に5日、 明日でございますけどもね、開催終了となる中で、どう考えてもやはり朝鮮半島の核問題、えー、取り出されないわけにはならないんじゃないかなと。じゃあ、そうした時にどういった地政学リスクが出てくるのか。明日もちょっと、これ警戒だねという話がある中で、こちらご案内したいのは、全場の買ってる人の 買ってる人の、ちょっと今イントネーション違いましたが、全場の勝ってる人の買ってる株と、大変ご好評いただいてます。え、おかさんオンライン証券のブログ、おかさんオンライントレーダーズの、え、勝ってる人の買ってる株売ってる株と、ほういうのございますけども、そこで、今日全場、ちょっと私も、 え、同じ社内にいるのに非常に興味津々に見ておりました。寄り付きからなんですけども、えー、ま、当初一部、もずっともう、こう、下落、非常に銘柄下落する中で、と、こういうとこなんですが、こちらご案内させていただきたいのが、まずはクラブでしょうかね、3656。 スマホゲームやっぱり強いんだなーっていうところ。6770のアルプス年期。こちらのはちょっとこれやはり逆張りという形になりますでしょうかね。チャートをちょっとじっくり見たんですが、逆張りでの買いというようなイメージ非常に強かったです。5381のミポックス、こちらのとこですね。じゃあ スタックでございますけども、えー、こちらの会社は、もう、こちらの創業歴結構長い、もう100年近いんですけども、研磨剤の取り扱いだとかというところで、ハードディスクの研磨用フィルム、これ高いシェア持っております。えー、同社今10年ぶりにこの株価10年ぶりの高値圏というところでぐーっとまた、えー、買ってる人はこういった株を買ってる。で、石川製作所だと、これやはりまあ、 えー、ある種、教科書的なところなのかもしれませんが、えー、防衛関連。で、ちなみに、NTT ドコモでございますけども、今日から、えー、通信サービス、当、え、面、ー、班の一部エリア、えー、また、これかなり加速、加速っていうんでしょうかね、えー、大きくデータの方、送信する速度、早まったと、こういうところで、通信速度のタイミング、これ、MBPS でございますけども、これ多分、788MBPS、理論値。で、こちらのところではかなり早まったよね、と。えー、おそらく受信 のところで えの、早まりと、こういうところ。え、4日時点、今日時点では関東甲信越管内だけが対象でございますが、今後も広がっていくというような期待値。え、そうしたところで NTT 強かった。そうなりますと、ちょっと改めてなさ、この下のところですね。先週末から15分足チャートの日経225とドル円なんですが、朝からぐーっとさ、押し下がったというところは、このチャートをご覧になっていただければ、赤いライン、黒いライン、わかりやすいかと思いますが、そうは言っても、やはりですね、春別される株はあるんだね、というところ。ちょっと改めて、 考えさせられましたやはりですね、先ほど申し上げたように、朝鮮半島の核問題に向けて、まあ、平和構想に向けての推進というところも意識しているのかどうかわかりませんが、デッドエンドはあり得ないだろうというような見方の方もやはり大きくいらっしゃる。そうした中では、逆張り思考で下がったところでは、やはりピンチをチャンスにというところで、 え、ま、個別株を春別している状況の中でエントリーしてらっしゃると、こういう方々が、やはり多いんだなというのは今日改めて、え、感じさせられたとこういうところでございます。さてで、本日の日記平均の採用銘柄で、ま、上昇したところ、で、下落したところ、こちらのところでご案内しておりますが、今日はやはり気になったところは、えー、ま、そうですね、8630、え、損保ホールディングでしょうか。3年前にこれ買収しました、英国損保グループ、これ、 キャノピアス、えー、売却発表しました。これ、1000億超えるような、というところで、まあ、大きなところで、やはり、最終的にはですね、今日1日通してですけれども、えー、値上がりナンバーワン、というところでございます。で、えー、本日、先週でしょうかね、新車登録台数、これ2ヶ月ぶりにプラス、軽自動車の販売台数も、これ5ヶ月連続でプラス、というところで、鈴木だとか日野自動車、今日ちょっと目立ったのかなと思います。えー、特に、日野自動車ですけども、国内とインドネシアの 販売が好調でございまして一部の証券会社さん投資判断目標株価引き上げとこういうところですこれ6月6月5日以来でしょうかね高値になってるよとおういうのが日の自動車でございましたその他でございますけれどもアナこれ9202こちらの方も上昇したわけでございますけれども先週でした、えー、資本再構築ということで cb の発行だとか自社株買いの 交換し、これがやはり今日も持続したのかなとういうところかと思います。えー、ま、そうした。ところ。ではまあ航空関連。 まあ本来でしたら、ちょっと、ネガティブ、地政学リスクというところネガティブ職を非常に強めそうなんですが、非常に強ぶくんだと、こういうのが今日は非常に印象的でございました。ア九9202もこちらのも年初来高値更新でございますので、かなり力強かったというところです。えー、3795、日産化学、こちらのは投資判断引き上げと、こういうところでございましたが、まあいずれにしても繰り返しになりますが、 個別株のプラス材料、そうしたものが春別されての本日とこういう形になりますとですね、まあ、まあ、当然株安、そして内緒は円高円安、こちらの方に牽引される、指数に牽引されるのもあるかと思いますが、えこうした個別銘柄、エントリーしてらっしゃる方もいるんだよというところ、改めてですね、再チェックいただければというふうにして思います。 えで、今回の売買シナリオでございますが、まずはドル円から行きますが、今回は実は、様子見とういうとこです。内緒はリスク設定再確認というとこです。えー、かなりですね、米国の国務長官、内、え、緒、ー、は国防長官もちょっと強気の発言が出てきてる。まあもちろん今まではトランプ大統領との発言でですね、えー、コーナーも合わせてというとこなんですが、ちょっとこの辺が非常に右が、 づらいといいととうころでございますでニューヨーク市は今日はお休みでございますので、どちらに行くのかちょっとわかりません。流動性が低下している中で、ボラタイルな値、ね、動きだけがちょっと、えー、さっぱりわからないとこういうところでございます。わからないときにはやはり様子見、ないしはリスク設定、ロングポジションの、ないしはショートポジションをお持ちの方々にですね、ちょっとチェックとして、 こちら、テクニカル的な観点も合わせてですね、えー、ご案内させていただきます、えー。9の90超えて、その次の焦点110円の30銭ないしは110、70銭え。ショートの方々ちょっとこの辺チェックいただければと思います。えー、で、ロング派の方いらっしゃろうかと思います。本日も109円の今40、50がおそらく硬いんだろうなというふうにして見ておりますが、えー、108円台の半ばから9の20までぐっとこの上昇した価格帯、これをいつ埋め戻していくかわからないよと。 こういうところございます。えー、そうしたところでは109円の20銭割れたら8の8丸8の4丸。特に8の4丸まではちょっと行かないと下がらないとは思いますが、週足のクモ下も加減ないしはボリンジャーマイナス2シグマ。 こちらございます。この水準。3040水準。この辺がちょっと変わってくるようですとトレンド変わりますので、この辺のところ、ぜひですね、意識していただいて、エグジットの設定に、の一つにですね、まあ、戦略の一つに、え、ま、五感の材料というところでご案内させていただきます。え、今日は基本的にはニューヨーク市場お休みというところでございますが、政治によって突き動かされる可能性は継続しているとこういうところでの、今回のドル円のシナリオでございます。 えー、そして日経225の方ですが、こちらの方も同様です。現時刻19,460円台というところでございますが、予想レンジは19,400円から540円。様子見ないしはリスク設定再確認というところです。えー、日本株225ロングないしはショート。 え、こちらのところでご案内させていただきたいと思いましたのは、640円水準のところをちょっと超えていくと、厳しいよと。えー、週足の一目転換内証費えー、日足の一目基準。この辺をちょっと意識しての640円台、50円台。ないしは、ここを超えていって、週足ボリンジャの中心線を超えて、直近ずっと上値が重かったです。19,730円、40円。この辺を超えて750円超えていくようですと、もう一回上値目指しのトレンド、えー、再起動とこういう形になってくるかと思いますので、 ショート派の方はこちらの水準十分ご留意というところです。一方で一万九千四百円のところ、まあ二百日線内証日足の一目転換を私は個人的にはかなり注目してるんですが、一万九千四百円水準までぐっと耐えて、でもしここでまあ下限がもうぐっと割れるようですと一万九千二百六十円台週足の一目基準。 月足の一目転換意識させられるのかなというふうにして警戒しております。この辺のちょっとテクニカル的な水準だけです。ございますけども、十分ご留意いただければというふうにしてます。いずれにしても19,260円ちょっと割れてしまうようですと、19,100円台、もう一回ですね、ちょっと警戒されるというところで見ております。 えー、ということで、週の始まりから、まあ、週末からという言い方の方が正しいのかもしれません。ちょっとリスク管理、かなり、いい改めて目立ってきたところでございます。えー、週間向かわせ見通しのところでもですね、今週はちょっとリスクがいっぱい多いんじゃないかというふうにして書かせていただきました。ロングドル。 fx の方々はちょっとこれポジションの縮小していらっしゃる回避率の低下というのはまだちょっと継続しているのかなというふうにして思いますが当然いつ反転してくるかわからないというところもございますのでいつでもこうニュートラルなスタンスで,ですねレスポンストレードも含めてマーケットすぐにエントリーできるようにスマホも含めてマーケットのチャンスそしてリスクどの辺なのかというのも十分チェックしていただければというふうにして思います以上9月の4日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました